久保さん、ピーター・ドラッカーにしましょうか。経営学の神様みたいなね。ピーター・ドラッカー。これね、いい言葉があるんですけど、重要なことは正しい答えを見つけることではない。正しい問いを探すことである。間違った問いに対する正しい答えほど危険とは言えない、役に立たないものはないと。間違った問いに対しての正しい答えほど危険とは言えないまでも役に立たないものはないと。 危険ととは言えなないいけども役に立たないと、まあ、そもそもその答えの問いはあってんのかっていうねこれ結構かなり本質じゃないですか確かに答えかもしれないけどそも,そもそもその答えの問いはあってんのかっていうねその問いは正解なのかっていうねこれやっぱすごいこう深いまあ格言で名言だなと思います